はい、お願いします。お願いします、岡沢でございます。レースの時にこうやってやるんですか？例ですが、武術としての例はこうでございますね。ああ、そうですか。はい、ちょっと一応、はい、やってるようなんで、オーソドックス。いやいや、はい、はい、じゃあすいません。じゃあ一応私がやってるのを、はい、こうグーッと持って、はい、こう、あ、もう全然動かないようにしてください。もう、はい、これ手でこう、あ、まだ動いてる。まあいいや。はい、まあいいや。そう、でグーッとこう全然動かない。おお、なるほど。はいはい。あ、ダメだ。ダメだ。うん。いいですよ、やってみてください。結構難しいでしょ。難しいですね。でね、相手が、はい、倒そうとしてる時の方が簡単なんですよ。はいはいはい。例えば、はい、こうグッと、はい、緩く持ってください。はい、だからそうこれだとできないじゃないですか。はいはい、で相手が倒そうとすると、はい、でこれで使えるから。そうそうそう、はいはいはい、だからさっきのやつは私を倒そうとする方が簡単なんですよね。あれ、はいはいはい、でちょっと一つ試してみましょう。はい、So this is kind of important for you too. So if I grip like this way, and then it's easy to connect actually. So yeah, so やってみてください。あ、そうですね。So it's like a, if I just grab like this, it's hard to connect for the beginner.But if I go like this, actually, I'm the one who's connecting to the... What is the difference? You're doing it slowly. Well, actually, here, come up here. And, let's show you. Actually, yeah, why don't you go? This side. Yeah. So, maybe you can try that. So grab here versus here. Oh, yeah, see? One finger at a time. Yeah, like a, kind of sending the wave to here, and then it's easy. To, try to take me down. Yeah, see? Go ahead. So...Okay, so you guys still cannot do it yet. That's fine. Mm-hmm. So I need to teach him, teach you too. So, mm-hmm. so じゃあこれ、はい、何が問題かっていうと、はい、こうやってこう感じてこうやってやってもこれで、あ、もう止めといてください。はい、これでやると反応できるんですよね、こうやって。はいはい、だからこれをここまで持ってきて、はい、それでこうで向こうまでもう持ってってですよ。あ、なるほど、届けてるんですね。そう、これクランクシャフトでここまで来て、ここで受け取って、で、これでここまで行って向こうの中も入ってるんですよね。なるほど、なるほど、なるほど。で、向こう引っ張ってきて、それでリンクして、でもう一回これで、で。なるほどー、くそーなるほど、うんうん、そう、リンクが結構重要なんですけど、はいはいはい、まあそれ以前にやっぱり手を動かしたりとかいろいろしてるから、はい、もう今硬いでしょう。はい、硬くしなくていいんですよ、しない方がいい。はい。はいはい、あ、それ引っ張ってるでしょ。はい、これ、はい、まあ、やってみて、こうほら、はい、引っ張る必要ないんですよ。ここは動かしちゃダメなんですよ。はい、で動かさずにここまで引っ張ってきて、で、これでこう、なるほど動かしちゃダメなんですよ。それはね、ただ単に、はい、すいません、持ってください。ただ単にこう下がってるだけなんです。で、はい、下がるのも良くないんですよね。でこう来て、でこの位置エネルギーは同じで、はいはい、ここでキャッチして、それでこれをひっくり返す。なるほど。うん、あ、それで、あ、それでさっきのやつはどうなってるかというか、はい、あ、そっか、待って、これでどうなってるかというと、はい、こうで、こうで押してるんです。はい、そうするとダメなんです。で、こう来て、これでポンと向こうに入ってる。だから、これで押してやると、ここで、抜かれたりとかいう。抜かれますね。そうそう、だからこれで、はいはい、ここで入ってきて、それで、なるほど。あ、そう、これもう手を動かそうとしてるからダメ、ね、もうここを動かしちゃダメなんだよ。はい、動かしちゃダメね。もう動かしてる。引かない。もうここはもうここからここまでは、ここからここの間はもう動かしちゃダメなんだよ。はい。あ、そうそうそう、それ来た。なるほど、微妙ですね。うん、それ体動かして、うん、前に行く必要ないんですよ全然。
あの私が前に行ってる時は向こうが下がってるから行ってるんであって、ちょっと持ってください、はい、でこう来てこれでパンと来て、向こうがちょっと動いてるからこう前に行かなきゃいけないんだけど、はい、基本的にはこうパンと行って、それでうおー、なるほど、おなるほど、すごい。あ、来た来た、それ来たけど、その後まあ ちょっととりあえずさっき良かったです。でもあ、もうさっきのやつが良かった、あの何にもしない方がいい、とりあえず、あ、そうそう、それで次の段階があるんですよ、はい、でこれで今度は、はい、あのこういう円を作ってもらって、はい、でこれで、はい、これ小さいギアがあって、大きいギアをこう動かす感じ、はい、あー、なるほど、おでこれを強力だ。じゃあこれはただ単にこの力ずくでやってるんだけど、はい、だからさっきの縦回転加えて、で横回転の練習して、はい、でだからそれ縦加えて横のやつをやれば倒せるのが多い、大抵。なるほど。だから あ、だから こうか、あ、これお互いだから円をこう作って、はい、でお腹でぐるぐるこう回した感じ、あの自転車のギアってちっちゃいのが大きいの回すとトルクあるでしょ、はい、それをイメージしてやる、もう力ずくですよこれは。あ、違う、じゃあもう面がずれたらダメなの、うん、これは ギアで動かしちゃいけない、ね、うん、ここのギアがこうなんかつながってて、なぜか、うんうんうん、チェーンとかなんかで、でいやもう本当にここが動かすつもりがないとダメ、ここがぐるぐるぐる回って、で大きいギアが回るの勝手に、それここが中心、うん、回ってないで、うん、回ってない、だからここ小さいあのギアが、で大きいギアをこう、これはもう最初から横回転なんですか、これ横回転ね、そう、ははこれはだから気持ちだけだから、この小さいギアがこう回ることによって大きいギアが回る、はい、こうか、こうだな、こうか、ああ、そうそう、キラキラキラ、こうか、あ、こうか、あ、分かった分かった、あ、でこれここがずれてる、はい、Do you see that? You know? Yeah. 違うね、これこうやって動かしてる、こ、あ、そうそう、あ、そうそう、あ、ここ動かすときにここがずれてる、はい、で、こうなってる、こう、あ、来た来た、あ、I see, I see、分かりました、分かりました、分かりました、あの、心眼流で上丹田、中丹田、下丹田があって、ああ、その上丹田を揃えて骨盤をだけ回す、うん、やってみてください、はい、はいはい、こうか、こうか、あのね、手で回してる、ここで、ここがあくまでも主で、うん、でここがぐる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 、うー、だからここはもう何手があくまでも動かそうとしてるから、はい、そうなるんですよ、そうですね、だここはもう本当にリラックスっていうか、もう何、こう形を作るだけを意識して、この、はい、この、あ、手が主になってる、手が、そこのお腹が動いてない、あー、来た来た来た、そうそれ、あー、なるほど、あ、それ、うん、それでまた手に移った、あ、手がねじれ、あ、体がねじれてる、手がぐわでこうでしょ、お腹がぐー、あー、そんなに回るんだ、うん、なるほど、あー、来た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 けど、ね、こう来たけど、こう来てこうやってなんか軸がずあの、うん、こうなってる、うん、回したくなっちゃいました、うん、あ、来た来た来た、あ、いいです、いいです、いいです、 あんまりもういいですよ、私が来てるから、あ、来た、これこっちが来てない、うん、うん、まあ悪くはないな、でもだいぶ分かってきたようだけど、もうちょっとあれだな、まあでもいや、やっぱり手でやって手で出てしまいますね、肩、そうだからこれでもうあくまでもこうして、うん、これお互いの作業だから、なんかこう私がだからちゃんとフレーム組んでると同じようにフレーム組んで、でそれで回すんです、あっ、できたけど、ああ、分かりました分かりました、シンクロしないといけないんだ、そうそう、なるほど、そうね、ああ、そう、はいはい、だから一旦お腹に引き込んでそれで戻した方がいいのかな、なるほど、簡単に転がされるな、自分勝手じゃダメですね、そうですね、あ、分かりました、 So you cannot be selfish、
Yeah. Mm-hmm. So here, like, you gotta synchronize and then, you know, remove the slack here and then go like this. You know. That was a bad example. Actually, I pulled this way. That's why. So going here and then I can do. Yeah. 面白い。そうそう。そう、手が動いて。あっ！そうそう。I see. I see. ね。で、分かった。はい。で、それで、これ持ってもらって、それで、これで引っ張って、こう来て、それで、ここに来たところで、こういう。今度はこの。で、くそ！だから、できませんでしたね。あ、いいですね。あの、書いてね、やりやすい、そっちの方が。あの、抜かれるような簡単。じゃあだから先にリンクして、それでこっち側に波を送って、ここに送って、その後、あ、違うだから先にこう送って、でその後リ、あ、だからずれるじゃないですか、向こうが、はい、それでそこでここでお腹でこう、おなるほど。これ余計になんかやりすぎ、もうその本当にだらんとしといて、もうなんか、あ、こう動いてる、動いてる、動かさなくていい、動かそうとしてるね、やっぱこの動かそうとしないのが難しいですね。でも動いてる、動いてる、だから息吸ってこう吐いて、うん、息吸って吐くときにこう動いちゃダメ、ね、でこうやってこう、いや本当に、だから息吸った時にケツが上がる。ああ、そうそう。ああ、そうそう、来た来た。ああ、なるほど。なるほど。ああ、ケツを、こうか。うん、そうそう。そう、だから違う、これが動いて、うん、動かさなくていい。だから動かすとダメだね。はい。違う、あの、2段階で やらないとダメ。その手が動いて、まあ2段階でやる必要もないんだけど、これでまあ斜めに、だから斜めにやる練習みたいなもんなんだけど、だから2つに分解して、こうまず1回やって、それでこうやってやるんだけど、はい、まあいくらでも、じゃあ先生、あの、もう基本からもう一度お聞きしたいんですけど、つな、うん、はい、がります、はい、で、相手の力を感じて一旦ここまで持ってきます。違う、ここまで持ってくる、ここまで持ってきて、こう持ってこう回すね。で、こう吸うときにお尻をキュッとして、だから ここ受け取るときに、ここがお尻が上がってて、はい、で、これが引っ張り上がって下がってるときに、こう内側に回ってくる、うん、で、こうなったときに、なんか音鳴ってないかな、ん、何の音、携帯の、携帯、ああ、工事じゃないでしょうか。あ、そうか。あ、by the way, where is my 携帯？あ、難しいな。あれ？ Did you see my 携帯？ No, but you were checking the others at the park. Oh, yeah, yeah, right here. ん？So I should have here. So I just make sure. なんか旅行中で物をなくしやすいでしょ。これは難しい。これは難しい。うん。はい、で、なんだっけ、そう、おさらいだから、はい、ここでこう、ここ上がってるじゃないですか。で、はい、でこう下がってきて、ここにポンと上がって、はい、で、こっち側に戻す。はい、だから、普段の練習としては、こうして、こう、なって、こう頭にこう突き抜ける感じで練習するんですよ。だからこう上に、はい、あの布が、あの、パンって、そう、パンってやって伸ばす感じ。だからここでパンとやって伸ばす。そう、一番最初のきっかけとしては、はい、まず相手を感じる。あ、そうそうそうね、相手をこう感じた時に、そこでグッと感じ、お腹で感じて、あ、それ下がらなくていいんだよ、下がっちゃダメなんだよ、お腹で感じて、ケツを上げて、そう、それでひっくり返す。あ、ひっくり返す。こう、ケツ下げる。あ、そう、来た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 。
わかりました。ああ、はい、こうですね。そうそうそう、はいはい、回ってるでしょ。はいはいはい、はい、でこう来てお腹で感じて、そうそう、それでその後、はい、これだと倒れないから、それでお腹で横回転すると相手が倒れる。はいはい、ああなるほど。はっ、いやこれ手が余計になんか動いてる、はい、あそうそう、これだ、この音が。なるほど、難しいなこれ。まあでも原理的には簡単でしょ。なんかこう、なんかいわゆるあのなんかこう木とか、なんかいろんな人が言うあの難しい原理じゃないでしょ。なんかこう、うんうんうん、なんかやってれば型やってればできるとか、そういうわけじゃなくて、ただ単にこう、うんうん、もうピンポイントでこうすればできるっていうのは分かってる、原理が分かった方が、うんうんうん、こうやってればできるっていうよりは、はい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 、はい、なるほど。だからそれだと位置エネルギーが下がるんですよ。下がるんですね。だからこう、はい、うん、だから位置エネルギーだから本当にもう物理的な現象だけでやってるから、はい、でここで交差型が下がってて、これエネルギーがこんだけ分損してるの。はいはいはい。だから相手だから、ケツだけこうくるっと回せば、いやあこんなもんでいいんですか。あそうそうそう。あ、じゃあここは固定してこれだけだ。そう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 。あ、なるほど。うん。だからエネルギーをもう本当に考えるんです。あそれ。あこんな。こんな、あ、こういう、あ、それダメ、動かしてるから、本当にだからそれも動かしちゃダメだね。はっ、あ、あ、それ動かそう、上品にこう動かしちゃダメだね。うん、あ、来た来た来た、あ、そう、うん、それも余計なんだ、ね。じゃあこれ、それは必要ないんだ。あ、下がっちゃった。はっ、来た。なるほど。うん、ありがとうございます。でもすごいでしょ、これ簡単でしょ。すごいです、うん、あのちょっとこうやってしまったのが練習であるんですよ。ああ、いいですよ。だからあの木を掴むための練習で、もうちょっと面白いんですけど、あの前を掴みながら息を吐きながらって言って、木を掴んで大地から吸い上げて丹田に収めるって練習があるんです。でエネルギーとしてはここからこう来て、その波感じてますという、あの経路感じてます、それ、あのこう来てここからこう出す。そうなんだけど、だからここで、だから私流のやり方でやると、はい、ここからこう来て、この波がこう来て、でこう来て、はい、でこう回すときに、はい、こっち側にも送って、だからここから全部こういう状態で送るんですよ。そうするとガチンってなって、なるほどなるほど。でなんかどうやってやったかわからないけど、それで戻ってきて、ここでお腹で入れて、うん、あそうそう、だからこれ入れて、もう本当にだから経路をこう考えてやると、なるほどなるほど、もっと違った風にやるんじゃないか。なるほどなるほどなるほど、面白いです。だから、あ、ちょっと待ってください、さっきのやつ、あ、やってみてください。それでこう上げて、でこれでやってみてください。あ、そう、あ、ちょっと待って、私もこれちょっとやってみます。こう、どうだ、こうだっけ。息を吐きながら、まあ、掴むんですね。で、掴んで、ちょっとここの手を持ってください。はい。で、これで、で、こんな感じで。はい。丹田に収める感じ。そうそうそう、だから、伸ばせる、だから。で、これで、これだとまだ引っ張られてる。だから、多分ね、足の方に行ってないんだよ、多分。うんうんうん。だから、これで、こう来て、でこう来た時にこう両側にこうエネルギーをこう送ってやると足ががっちり来て、でそれでこれで、あー来た来た来た、あーでもちょっと体重差の問題かもしれないけど、まあとにかくでもそんな感じで、なるほど。だから私、だからそのいろんな人がやってるやつが要は実はこうじゃないんですかっていうのがある。うん、あのだからただ単に形だけでこう真似てるんじゃなくて、実際にここ軌道でなんかいろいろ考えるといろんなものが発見されるんじゃないですかっていうのをいろんな人に聞いてる。うーん、それが一つの例で、面白いです。だから実はここの使い方の訓練してるんだけど、みんな知らずにただ単に形でこうなんかいろいろやってる
場合が多いんじゃないかと思って、うんうんうん、よくわかりますよ。だから、そうそうそう、いろんな型とかやってて、実はあ、だから例えば足でこう起動してんじゃなくて、本当はここからこうやってんじゃないかって、うんうんうん、全然違う話ですよね、うんうん、あの、わかります？ちょっと、うんうん、あの、これで足でこうやってやるのと、うんうん、ここはもう動かないので、ここでこうやって、なるほど、ここから突き刺してる感じ、なるほど、なのと、ここで上げるのと同じことやってるように見えて全然違うじゃないですか、うんうんうん、なるほど。先生、あの、全くの話違っちゃうんですけど、突きの打ち方で、あの、こうだと、あの、モーションが大きすぎて良くないと。ちょっと待ってください、はい、どうぞ。あ、ちょっと待って、上すぎな。よし、これでいいかな。はい、で、あの、師範に、これはテコンドーの師範なんですけど、あの、教わったのは倒れるように打つ、あの、板だと、で、倒れていくと、倒れていって最後の瞬間に出すと、あの、なんて言うんでしょう、あの、モーションが少なくなんで、あと動く時もこう動くんだと遅いと。だから動くなら動きたい方向の足を浮かすと、そっちに倒れますよね。こっちの方が実践では早いと。あと突きも同じだと。前に倒れて当たる瞬間に打つんだっていう動き方を習いました。あ、別にそれはそれでいいんですけど、それだと重力加速度しかないから初速が悪いんですよ。うんうん、だから、あの、ちょっと待って、あ、ちょっと立ってます。はい、で、これだと、はい、これだとこうじゃないですか。はい、だから、だけど、まず重力を感じて、これ戻ってきたやつをクランクシャフトに戻して、はい、で、それで元に戻すんですよ。そうすると、はい、そうするとこう重力、あ、感じますよね。はい、あ、ちょっと待って、重力感じて、はい、で、クランクシャフトに戻して、それをそのまま持ってくる。おお。から、はい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 、だから、はい、これだけだと重力だけなんですよね。はいはいはい、だから重力だけなんですか。はいはい、だからさっきの先生のだったら多分そうだと思うんですよね。はい、だけど重力をここに地面感じてるやつをここまで引き戻して感じて戻して、はい、でここでもうこう戻していくと、だからちょっと違うんですよ。だからこう私がこう足で押してるんじゃなくて、ここで押して、あの重力をそのまま戻す。こういうことですね。そうそう、だからこう私ら落ちてるから、うんうん、それを戻して、引き戻して、これ戻す。分かんないけど、すごい。いや、だからピストンがこう、あの、ここに ピストンがこうあって、ここにクランクシャフトがあって、こういう感じ。だからこう、だからこれくるっと回して、こう、くるっと回して、こういう感じの意識でやっていくと、あと足なんかもそうだけど、こういう感じ、クランクシャフトこうくるっと回す。だからこれだとペタペタペタでエネルギー失われてるんだけど、はい、こういう経路を連想して、なるほど、そうすると戻ってくるんですよ。距離を長くして、距離じゃなくて円です。円だから実際にはそんなことやってられないから、円、こんなもう円、小さい円を意識してやるんですけど、その小さい円、要はお馬さんの蹄があるような感じで、こう、あれもこんな感じ、こういう感じ、こういう感じで、あ、で、その戻ってくる力を使ってる、戻ってくる、来た方が、要は基本的には武器で殺し合うもので、はいはい、じゃあ、あの、武器を持っていただいて、はいはい、で、武器を持つと大体必ず利き手に持ちますですよね。もうそうでもないけどな、あの、夫婦喧嘩になって、そう、で、包丁はやっぱちょっと体の前手に持ちます、ということで、やはりあの前手が前になるんです。武器なんですね。はい、で、例えば、まあまあ今説明しようとしたのは大小ですけど、うん、こういう技なんですよね。あ、もう一回やってみてください。これね、はい、あ、ちょっと待って、同じこと、はい、こうでしょ、こうして、こうして、でもう一回やってみてください。まあまあまあ、まあ、これを外してみると、こう、ちょっと待って、いや、ちょっとね、はい、こうして、はい、こう、はい、
こうでしょ。で腰に引き込みます。でさっきのやつとこれこんな感じでしょ。そうですそうです。だけど、はい、これをね、はい、これ感じてここで、はい、ここで感じると、おおだから、はい、もっと強烈になると思うんです、はい、だからちょっとやってみてくださいよ。はいはい、こうして、まあまあまあで、これで、はい、感じる。で、あ、そうそうそう、上げるときにここ圧力かかってるじゃないですか、うんうん、この上げながらこの圧力を感じながらここにお腹に感じて、うん、あ、だからこのやつをお腹に感じるんですよ、この圧を。あ、そう、お腹に感じてそれで引くんです。あ、こんなこと。あ、うわ、これ袋乗ってって大小ってことなんですけど。そうそうそう、だからそれが結構本当はだから抜けてるんだよ、その、うん、教わるときに。それだと全然ダメだよ。ああ、全然ダメだ。うん、どうしたらいいんだろう。いや、だからこの上げながら圧力をお腹に感じてないんだよ。お腹に感じつつ足にも、まあ、あのアースしつつで、じゃあそれでお腹で引いてないんだよ。お腹で感じて、それでクランクシャフトでお腹で引っ張る。お腹で引いてない。引いてない。お腹で、なんでできないんだろう。さっきうまくやってたじゃないですか、うん、ダメだ、ダメだ。じゃあお腹でだ、こう来てお腹で、うん、違う、できないな。こう来て、はい、で圧力感じつつお腹でこう来て、お腹でうおだから結局お腹に、だからここで何でもいいんだけど、これで、はい、ここ圧力かけるじゃないですか、はい、でお腹に感じて、それでクランクシャフトでこう、ああで、はい、だから結局なんていうの、これ手だけでやりますね、これ、はい、手だけだとほらこれスタンダードですね、そうですね。だけどこれかけつつ お腹に感じてくる。ああ、うん、なるほど、別次元だ。うん、でしょ。だから、やってみてください。あ、そうです、それ抜けてる。だからこれがやってる時に、これ上がった時にここが抜けてる。だからそのまま圧一定で、あ、あ、なるほど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 。アイスアイス。それ抜けてる抜けてる抜けてる。抜けてる。うん、違う違う。この時に返す時に抜けてる。うん、で返す時このまま圧を一緒にして、これです。うわだ方がいいね。面白い。うん、だから同じ型やってるつもりだけど、だからそれ抜けてんのよ。はい。あと水手さん。あ、はい、はい、あ、知らないけど、まあ、で水手、あのルールをご説明しますと、あのない方が分かりやすいので手を合わせます、でこれ何の練習かっていうと、はい、あの剣術ですよね、はい、で剣術ですけど最初技を繰り出しますけど、はい、必ず揉み合いになって つばぜり合いになる、はい、つばぜり合いになった後の練習なんです、はい、でつばぜり合いになった後、ルールは交換で相手の心臓をつくんです。はい、なんでゆっくりいきますよ。はい、でこれで、でこっち、じゃあ、ついてみてください。でこうで、こうで、これで、うん、こういう、うん、なんであのルールとしては引っ込んで最後の最後で拝むように、うん、拝むようにしながら軸を返しするとチャンスになるわけですね。はいはい、あ、まあ、やってます、はい、はい、これをやってますよね。これで、で、はい、でこれででこれで、あ、それが、あ、それでこういうことですね。こういう、そうだからこれで、はい、そう、あ、いいです、やってみてください。これなんか押さえ込まれてるじゃないですか今、はいはい、これね、だから足でというか要はやろうと、お腹が効いてないから、はい、でこれお腹でここ来るときにお腹感じて、あ、押してください。お腹感じて、それでこうやってお腹感じてください。この下げるときに、こうこの下げるときにお腹、あの足で下げるよりもお腹でグッと下げ、お腹感じながらそれで押して、もうできるだけ手を動かさないぐらいのつもりで、
あ、そうか、水手ってきっとあれなんですね、この大きい円でやろうとしてるんですよね、多分体全体で。で、だけどそれをね、もっとこういう、はい、あ、いいですよ、続けてください、はい、で、こ、あ、いいです、続けてください、ここに引き込んでこうやって、で、このファン、なるほど、おー、来た、そうそうそう、そう、だから、はい、もうそうするともう全然動かない。だから水手の、その、よくみんなでやってるのは、やってます、この大きいクランクシャフト作ってるんですよね、はい、体、あの、これで、これができないから、はい、で、これで、これでみんなやってるんですよね、はい、それを、ここに、なるほど、もう、こう小さい円にしてしまう、うん、なるほど、なるほど、うん、そう、それをちょっとやってみてください、これもう、だから、もう本当にもう、これをできるだけ動かさないように、もう、お腹のクランクシャフトで、あー、キラキラキラ、それキラキラキラ、なるほど、そう、まだ、まだこう、手がね、あの、こう、余計なことしようとしてるから、これもう本当にクランクシャフトをイメージして、あ、来た来た来た、だ、そう、それね、受け取って、受け取りが逃げてる、こうなってこう曲がることによって逃げてるから、はい、でそのままもうそのまま、あ、そうそう、なるほど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 、こうよ、余計こうやってやるとね、はい、エネルギーなくなってしまう、あ、これでもうなくなってる、はい、まあ、でもあの水手でいくと、あのエネルギー吸い取るように教わります、そうそう、だけどこれここで吸い取れるから、あ、なるほどね、あ、あ、ここは残してこっちに持ってって、あ、なるほど、だ、本当にもうここだけでぐるぐる回すから、ね、うん、ここがもう、もうここはもうできるだけ動かさない、フレーム作って、でこれで、ね、本当はこれが正しいんじゃないかなと思うくらい、うん、そうそう、これまだこれ曲がってるな、うん、これ曲げないんだ、私ずっとさっきからこれ同じ角度、曲げないんですね、そう、角度維持してるから、ほら、あ、そう、なんかお腹とつながった感じがしますよね、うん、そう、うん、そう、で、あの実践だとこれ、うん、これでやるんです、ええ、なんで順番に刺して、ええ、刺して、ええ、で武器戦闘なんで、こうなる、ね、そのこうしたいわけですよ、こうすると刺せないので安心じゃないですか、ええ、ええ、こうしたいわけですよ、なんでどちらかというと今の押すっていうよりは吸い取って安全な、あ、だからそれはだからいい、あ、そう、確かにそう、ほんでこう言ってこうした後のこう、まあ確かに、まだ、だから武器が確かに長かったりとかしたらこれじゃダメなんで、確かにそうなんですね、だけど、ただ短い武器とか揉み合いの時はこう押す方が、だから今度からだからそれもちょっと考え始めるとまた面白くなるんじゃないかな、ものすごく面白いです、あの力を生かして生かしてやる、あ、なんか、だから逆にだからこの大きいやつも実はそうであるべきなんですよね、きっと、こうなって、ここだから、ここだから、ここで大きい体でクランクシャフトを作って、はいはい、こうしてます、ね、そう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 、だから、だからこれがだからあんまりだから曲がったりとかせずに、はい、本当はやった方がいいような気がするんだけど、ちょっとその辺は分からないんですけど、だからこうやってやるとここでもうエネルギー損失してるから、だから本当はこうじゃないかなって私には思うんだけど、ここがもう、あ、じゃあ、じゃあせっかくなんで練習とさせていただいてますか、ここ、曲げないようにして、あ、そうそう、そっちの方がこうやってすごい、ああ、そうか、実は曲がボスしてるんだ、おう実は本当は曲げない方が正解じゃないかっていうのもあるかもしれない、だからみんなだからこれでこれでお何やりやすいからやってるんじゃないかなと、まあそう、そうそう、これでこれだ、ほら、そう、すごい、なるほどなるほど、そう、これだともう全然もう押さえ込む、押し込まれるこれだともうこれでもう押し込まれてるからそうやられてる、そうそうそう、だから、はい、そうだからなんか理に合ってるでしょ、なんとそう、そう、だからその曲がった瞬間にもうなんか押し込んでる感じが、自分が押し込めるなっていう感じがするんで、はいはい、それを利用するんだったらまた別ですけどね、だから分かんないんだけど、なるほどあと縦の推奨ってもあるんです、はい、一応やりますか、はい、これは心臓、 Could you move that a little bit back? yeah. あの上、じゃあ上から心臓ついてます、こう、ああ、なるほどね。お、それあ、なんか、メガネがあるとイマチですね。こう来て、こう。そうですね。心臓疲れたのを引き込んで崩して、つけに行く、うん。これどうなのかな。
そうだからこれもこう来たところこうあやってください、うん、こう来た時にこう来て、うん、そうなんか分かりますこれ、はいはいはい、こう下がってきたとこう戻してきて、うわ結構強いでしょ。スペースがなくてやられてしまう。いやスペースがないですよ。要はここでロスがなくて、うんうんうん、でこのまま戻してるから、うんうんうん、だからこうさっきのやつだと、うん、流せてない。こうやってやってしまうとここでもうロスが来てる、うんうんうん、エネルギーを失ってしまってる、うんうん、なるほど。なんかそんな感じで観点変えるとなんかそうですね、全然変わってくるじゃないですか。本当そうですね。うん、まあそうなんです、うん、渡辺な、あのこちらありがとうございます。あこちらこそどうも。9 o'clock? あ、OK. We still have 30 minutes or something more. まあ、そんな感じなんで、まあ、役に立てれば。ありがとうございます。よかった。全く感覚が。でも、これで分かりましたか？なんか、あの、なんとなく、シンクロを取るのと、シンクロを取って、こっからここまで、伝える感覚が。そうそうそう、なんか一度そのマインドに設定するともう全部そういうふうに見えてくるような感じがしないですか。なんかこう、なんとなくなんとなく、その、だから私はだからそのブーツというよりもその解析の方法の提示なんで、あの要はこういうふうに見えませんかというか、うーん、そうそうそう、めっちゃ面白い、めっちゃ面白い。一番その、あの、なんだと思ってらっしゃいますか、その一番の秘密っていうか秘訣っていうか。秘密とかで、いや、だから基本的に全部物理的に解析できるなって言って、だから結局何マインドとかそういうのもあるかもしれないけども、最終的には接触して相手を倒すのは物理的現象なんで、うんうん、だから何普通の中学校でも習うような物理現象でなんとかなるんじゃないか、うんうん、まあ中学校は無理かもしれないけど高校程度のレベルね、うん、物理で、うん、説明できるじゃないですか。じゃあ基本的にはその接触してるところじゃなくて一番大きいモーターを使って。ああそうそうそ う, そ う, そう大きいモーターもあるんですよ。だからこのみんなこう手のことばっかりやってるけど、ここ筋肉やっぱり弱いんで、うん、ここに比べたら、うんうんうん、でどうせここいつも動いてるし、うんうん、であとあの終鉄とかなんかこうなんかよく知らないんだけど、でもガチガチな雰囲気じゃないですか、うんうん、私が言ってんの提示してるのはもっとダイナミックな感じ、要はぐるぐる回ってる感じ、あのこうガチンとこう伸ばすとかそういうやつじゃなくて、うん、常にあの浮遊じゃなくてぐるぐるこうダイナモが回ってて、それでパンって、そうだから ボールとかこうぐるぐる回ってて当たったらピョンと跳ね返されるとかあるじゃないですか、まあ、そんな感じの感覚ですよね。やっぱり息を吸った時にこう息とともに回す、こうですね、そう、あ、そこ、いやいやいや、あ、これもあるね。だからどっちでもいいんですけど、うん、そうだからそうです、息吸って準備しといて、それでくるってます、うん、返す、吸って準備しといて来たら吐く、吐く、うん、いやまあそういう場合もあるし、別に吸ってもいいし別にいいんだけど、とにかくでもそれはただ単に初期段階で、うん、息使っちゃいけないんですよ。あ、そうなんですか。うん、あくまでもここの回転を勉強するために息で練習してるだけで、あ、息をする筋肉を使うために息を吸って稽古してるだけで、実際には息したらダメなんですよ。で剣道ってやったことあります？いや、全くしないんです。で剣道って切り返しって10回ぐらいから振るのを、はい、あの無呼吸でやらなきゃ、あの要は一息でやるんですよ。めー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 、違うな、めんで、それで息吸って、で、めん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 がワンセットで、ワン、あの、無呼吸で。吐きながら、てか。吐きながら、吸っちゃいけないんですよ。だから、それって、あの、息を、吐か、あの、さく、あ、何？息を吸わずに、とか、息に使わずに、息の筋肉を使う練習してんじゃないかなと私は思ってるんですけどね。なるほど。でもだからそういうのが隠れてるんですよ、いろんなところに。あの実はこうなんじゃないですかっていうのが、あのみんなあの言われたからそのままやってるだけで、あのみんな何も考えずに実はそういうのがあるんじゃないかなと思って。どうですか。なるほど。いや、あのそうそうな、そうそうありたいと思ってますけど。であとだから剣術なんかでも言われた通りでそのまま鵜呑みするんじゃなくて、なんか裏があるなっていうのもきっとあるんですよね、絶対。と思います。ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。